はい、いつもありがとうございます。モアさんからね、ご注文いただいてパーソナルブレイク、16、17のプリズム、これリテールパックですね。まあ、バレてるのは、スーパーから戻ってきたパックを店長が買い取りました。はい、という流れですね。まあ、普通のリテールパックと変わりません。はい、ただこれが何パックかになってスーパーでぶら下がってたものっていう感じですかね。はい、合計で36パックで10、10、10のここに6個あります。はい、開けていくのは一つ一つ開けていきますね。はい、よろしくお願いします。で、ルーキーとベースと光とインサートと分けていくような感じ。はい、もうね、サクサクっといきます。はい、カスピ、あー、プラムリか。はい光とルーキーとただのベースカードを分けておきます。ちょっと何パックか、こう、どうしようかな、3つぐらい。はい、よいしょ。ティーグですね。インサートとひか、あ、インサートはインサートにしておきましょうか。これクイーンはね、オクイーンはね、RC じゃないんですよね。エラーだそうですね。はい、どうでしょう。ビンスカーターのインサートですね。うん、昨日のパックは結構良かったと思いますけどね。二つ、あ、これはルーキーかな？背景がない。RC ついてる。ホワイトヘッド。はい、ホワイトヘッドのプリズムです。まあ、シルバープリズムですからね。はい。はい、ルーキープリズムが出ました。昨日はスカル君。今日はホワイトヘッドですね。もうちょっと、はい、ベンダーが上にありました。36パックでも、300何十枚のセットですからね。それが4枚ずつ、まあ、36×4 なんで、うん、半分にも満たないんでシモンズが絶対かというとそうでもないのでね、そこが難しいとこです。これプリズム、ウェストブルックとデオンタですね。ルーキーが3枚。ハーデンですね、ケビンラ。よいしょ、ベースカード4枚で終わっちゃうとね、やっぱね。まあでも、それがプリズムですね。はい、ホワイトヘッド。これ、ルーキー4枚目。光ってるのはモローですね。昨日は25シリが2枚もね、出ましたね。あれは箱1か2ぐらいのものですか。あ、ルーキーかな、これ。誰だろう。ルーキーだ。ポーテル君。はい、シルバープリズムポーテル君です。まあまあまあ。はい、ルーキー光が2つ出ました。ポーテル君はまあまあね。生き残ってくれ。はい、またホワイトヘッド。エレンソンも出ました、ルーキー。ルーキーがポンポン出てきました。ノアのグリーン。ピアース。ルーキーのプリズムが2枚。ルーキーは、あ、青っぽいのあります。大丈夫。せーの、ほい。ソーンメーカー。やった。これは、いいでしょう。25シリの5番です。ソーンメーカー、やった。これは、おめでとうございます。これはいいですね。はい。お店の在庫を全買いした甲斐がありましたね。よいしょ。いいですよ、ソーンメーカー。こっから、はい、こっからがあと何年続くかわかんないですけど。はい、光はローリーですね。ちょっと2パックぐらい。よいしょ。
マック・レモアですね。アンソニー・デイビス。グリーンはケンバ。ケンバですね。おー、3メーカーの25位ですね。ルーキープリズムはこれで3枚。はい。ウェーブでルーキーが出ました。お、また25尻。ペインですね。ペインの25尻。サンバですね。OK ですね。ちょっと3つぐらい一緒に切ります。よいしょ。はい、あと20パックかな。よいしょ。トニーパーカーのグリーン。よいしょ。ヤニスですね。よいしょ。グリーンベテランか。ブレッドソーです。ほい。お、ルーキーかな？デオンタ。はい、リンですね。遺跡組はね、背景が、あ、パパちゃん。ルーキー来ました。あ、ひっくり返ってるのは多分これサインっぽいと思います。確か。確か。なかなか出ないんですけどね。出ましたね。セール、はい。お、クリスタンの 8-25。 OK です。はい、リテール限定のオレンジオートです、確か。もう忘れちゃいましたけどね。はい、クリスタンのオレンジオート来ました。 8-25 OK でしょう。はい、あ、これも切った。よいしょ。はい、お、またウェーブ来ましたよ。誰だ。せーの、ほい。ジェフティーク。一瞬ルーキーかなと思ったんですけど。で、3つ目です。 9-25 ウェーブが 9-25。 3枚目ウェーブ、3枚目です。ハード、いらっしゃいませ。はい、で次はグリーンですね。誰だ。グラントか。お、1個。よいしょ。はい、で次は誰だ。お、サリッチのルーキー出ました。うん、パスカル君。よいしょ。ルーキーがちょいちょい出てますけど、シモンズまでたどり着かない。よいしょ。はい、残り11パックかな。光ってるインサートですね。ランドール。光ってるインサートは、まあ、なんか、ちょっとなかなか出ないかなっていうぐらいですね。ノエルのグリーンですね。あと、ここの。あと、一山。シモンズなかなか出ないね。オラディポ。うん、ディアロ。よいしょ。ん？お、グリーンのソンメーカー来ました。はい、ソンメーカー集めてくださいっていう感じです。はい、ソンメーカーのグリーンと、ブルーウェーブがね、25枚限定が来ました。これもね、あれですね、ドアハワ。はい、あと6パック。よいしょ。うん。ヘゾニアですね。一瞬、ああ、背景いるわ、と思って。はい。ターナーですね、これね。レナード。フライ。うん。あと4パック。プラムリーですね。
ゴードン・ヘイワード。サインは出たんですけどね。プラム。よいしょ。サインとブルーウェーブが3枚ですね。まあ、オッズ的に言ったら、まあ、いい方ですね。ただ、ベンシモがというところ。プラムリーのグリーン。さあ、あと2パック。お、ウェーブチャンス。誰でしょうか。レブロン !25 枚限定です。おー、ジャイレンも来た。レブロンは17-25。おー、いいっすね。おめでとうございます。36パックでブルーのウェーブが3枚。かな ?4 枚か。ソーンメーカーとレブロン。4枚だ。おお、すごい。で、ジャイレン。ね。で、ラストのパックです。はい。すごいな。サインも出てますからね。あ、ポーテル君。ポーテル君。ポーテル君はシルバープリズム出ました。あ、クリポーでした。はい。ということで、まあ、シモンズは出なかったけど、かなり充実している36パックだと思います。レブロンの25枚限定。でソンメーカーの25枚限定のルーキーのプリズムねも出ました、シルバープリズムは2枚ですね。ポーテルとホワイトヘッドっていう感じです。まあ36パックにしたらまあまあと思います。はい。じゃあ多分再入荷一応もうね言ってあるんですよ。向こうにあるんですけどね、こっちにないだけで、送ってもらうように手はずしてありますんで、また入荷したらよろしくお願いします。チャレンジしてください。はい。まあ全然いいですけどね、今回はね。はい、ありがとうございます。